どうも、ボビーアートレザーのボビーです。ね、今日は12月30日、ね、2020年も残すところあと1日になりますかね、あと2日ですかね、今日入れて、ね、120回目の節目の配信となりました。ね、スタジオでっていうか、ボビーアートレザーのアトリエからお届けしております。ボビーアートレザーのアトリエからですね、お届けするのはですね、おそらく今日が最後だと思います。またね、年明け、早々、ここからね、お話しさせていただきますね。そうですね、今日はね、タイトルは、ありがとう2020年。ということですね、皆さんにとって、2020年いかがでしたか、ね、本当に、いろいろありました、うん、今年はですね、この革ジャン、ね、鳳凰これをね元旦から着手してですね、ここからスタートしました。ここから作らせてもらって、そこからかな、レザーハットをね、作らせてもらって、バルハットの、あれ何だっけ、バッドボリスカスタムね、をね、作らせていただいて、そこからですね、今年はね、年の節目っていうか、そういうね、まあ切り替えっていうか、ね、2020年なんでね、うん、お財布のですね、オーダーをね、結構ねいただいたんで、結構ねお財布をですね、毎日、作ってたような気がします。まあそうそう、今年っていうか今日今夜ね、月さんね、お月さんに向かってですねお財布、新しくお財布ですね、新調したお財布を振るとなんか縁やっていうことですね、なんかいろいろ聞いてましたね、なんか耳にしましたね、 YouTube とかでもたくさんそういう動画が上がってますけどね、うん、今夜はそういう感じで、ね、新しい革財布を、革のねお財布を、まあ、革じゃなくてもお財布をですね、振る方が多いんでしょうかね。もう僕の場合も振らせていただきますね。まあアトリエでね、まだ嫁入り前のお財布とかですね、ね、もう願掛けも込めてですね、振りさせていただこうかなと思います。ね、それでは、うん、まあ僕からの2020年のね、放送ということ、まあプレゼントっていうか、まあプレゼントになるかどうかあれですけどもね、歌のプレゼント一曲ね、お届けしようかなと思います。ちょっと待ってね、僕のオリジナルの曲ですけどもね、ラブソングです、僕からレザーへ、そして、この配信をご覧にいただいている方へ、向けてですね、演奏したいと思います。 Stay with me。君
細な出会いだけれど揺るぎない確かなものが僕らを導いている。どんな綺麗な飾り言葉も見つからないほど素敵な君が隣にいる。Stay with me, I wanna stay with you. 君とならば生きてゆける。Stay with me, I wanna stay with you. 君を知るまで離さない。いらないよ、君の愛が僕のすべて。はい、Stay With Me というバラードでした、ね。そうですね、今年2020年はですね、まあ初めなんかこういうことしたいなということはずっと思ってたんですけど、そのこういう配信とかね、これライブとかね、いつかしたいなと思ってたんですけど、それがぐっと前倒しになった、そんな一年だったような気がします。もう今後ね、なんていうんですか、こういうオンラインのことですね、まあ、前からずっと考えてたことなんですけど、ね、どん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 加速していくような、そんな気がしますね。まあ、オンラインが加速したというか、まずね、オンラインになったとはいえですね、届けるのは心ですから、うん。レーザーも、ね、レーザー作品も僕はレーザーを通じて心を届けているような気がしますし、心を受け取っているようなそんな気がします、うん。これからもどんどんそういう風な感じでですね、なんかこう機械的って言ったら冷たくなるじゃないですか。それじゃなしにね、より一層心の交換というかさ、そういう時代に突入していくような、そんな気がしますし、そういう方とまた2021年に向けてね、共に歩んでいきたいなと思いますし、ご縁をねいただいて、それに僕なりに、この体を使ってお応えしていくというか、うん、そういうふうに一つ一つ積み重ねていけるような、そんな一年をね、これからも作っていきたいなと思います。あ、宮城さんありがとうございます、ね、ご覧いただき本当にありがとうございます、ね、コメントもね、うん、
もう今日ね大掃除、もう今日はね本当に大掃除の日やと思いますけどね、うん、まあ、僕もちょっとこの辺をちょっとね少しずつ片付けてはいるんですけどね、うん、まあ、ちょっと整理しながらですね、またいろいろ来年に向けて、やってみたいこととか取り組みたいなということもいっぱいあるんでね、それに向けての準備かな、うん、この今日はまあそういう準備の一日に、なるようなそんな気がしますね。まあ今日は120回目といってね、なんかある種キリのいい、会になりましたけどね、うん、またこれをね、また昨日からですね、昨日の動画から、YouTube にねアップするときにはテロップがつくようになりました。ブリューっていうね文字を起こしてくれるソフトがあるんでね、それを使いながら、今後はね、YouTube の方に、アップしますんでね、こういう配信をそれを、ね、ご覧いただいて、ね、こう電車とかもし乗ってる方がいたら文字だけでもこう見れるじゃないですか、うん、なんかそんなもできたらなと思いながらね、ずっと思ってはいることがやっとちょっとずつ、うん、形に、なっていけてるような気がします。まあゆっくりゆっくりですけど、共に成長していきたいと思いますし、これをね、こういうことを続けてるのもこうやって、ね、ご覧いただいている方の距離が近くに感じていただけるようにね、ね、思ってますんで、まあ、いつか、リアルでお会いできる日が来ることを心待ちにしています。明るい2021年をお迎えください。ボビーでした。じゃあね、バイ。